わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回はニトロ化合物を用いた膵臓がん治療の研究を行っている崇城大学薬学部の先生を紹介するぞ。さあ一緒に扉を開こう。崇城大学薬学部薬学科西浩二教授の研究室じゃ。一体どんな研究を行っているんじゃ。私たちの研究室では膵臓がんの治療薬の開発に関する研究をやっています。治療薬としてはニトロ化合物を用いているんですけども、膵臓がんというのは診断されてから5年間生きられる確率が 10% 未満なんですね。特に抗がん剤の効果がかなり低いがんということが分かっていて、その原因にはまず薬物は血液に乗ってがんまで行かないといけないんですけども、膵臓の場合は膵臓そのものがまず血流量がそんなに高くないということと、さらにがんそのものもそもそも血液がないところにがんはできますので、膵臓がんというのは結局最終的には血流量が極めて低いがんということが挙げられます。そのために薬物が到達しにくいと。でニトロ化合物というのはニトログリセリンのような血管を拡張するお薬に代表されるように、その分子から一酸化窒素、これ NO を放出するんですね。で NO には血管を広げて血流を良くするっていう作用があります。このニトロ化合物は膵臓がんの周囲の血流量を上げて薬物の送達をより効率的にできるんじゃないかと。でさらにここ10年から20年ぐらいの間なんですけど、一酸化窒素にはがん細胞を攻撃することができるっていう性質が分かってきました。でさらに膵臓の周りに薬物の送達を邪魔する組織が存在するんですね。一酸化窒素はその組織も攻撃することができると言われていまして、ニトロ化合物を用いれば血流を改善して薬物送達も効率的に行って、さらに一酸化窒素が癌を叩くことができるということが分かってきました。そこで我々はニトロ化合物を用いた膵臓がんの研究を行っております。何やら難しそうな話じゃが、具体的にはどういうことをやっておるのじゃ。このニトロ化合物を抗がん剤として用いる研究というのは、なかなかこれが医薬品になるところまでは至っていないんですね。ニトロ化合物投与してもなかなかがんまで行ってくれない、あるいは血液中から極めて速やかに消えてしまう、消失してしまうということがあるんですね。でそこで血液中に最も多く存在するタンパク質でアルブミンというタンパク質は血液中でいろんな薬物を結合することができるんです。結合された薬物はアルブミンと一緒に血液中に滞在することができるんです。でさらにアルブミン自身は血液に長くとどまっているだけではなくて、腫瘍に移行する性質も持っているんですね。そこで我々の研究室ではアルブミンに結合することができる、すでに販売されている医薬品にフォーカスを当てて、そのさらにその中からニトロ化ができる化合物をチョイスして、合成に詳しい先生方と一緒にコラボレーションして、さまざまなニトロ化合物の合成をまず行います。でそのニトロ化合物を用いてまずは細胞実験を行います。でそのメカニズムを調べると同時に腫瘍のモデルマウスを使って、そのニトロ化合物が腫瘍を縮小するか、腫瘍の増殖を抑制するかというような検討を行います。それと同時にニトロ化合物は以前から高濃度では多少の毒性があるということも報告されていますので、動物実験を行うときには毒性のチェックも必ず行うようにしています。で現在我々の研究室ではそれらの課題をクリアした化合物が複数ありまして、さらにその研究についても現在進めているところです。今後の目標はどう考えておるのじゃ。ニトロ化合物はこれまで話してきたようにがんに対して、特に膵臓がんに対して効果を発揮するというふうに我々は考えています。さらにニトロ化合物は実はさまざまな生理活性を持っていることが知られていまして、腎臓病に効くという報告や、あるいは抗ウイルス活性を持っていたりとか、さまざまな作用があって、すでに我々の研究室では腎臓病に対する効果も確認しています。ですので今後はがんにとどまらず、さまざまな疾患に対する応用が期待できるのではないかなというふうに我々は考えています。崇城大学薬学部薬学科西浩二教授のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。